光明寺境内にある鎌倉アカデミア記念日鎌倉アカデミアは第二次世界大戦終結後の1946年5月鎌倉で開校した高等教育のための私立学校財政難のため1950年9月わずか4年半で廃校となったが映画演劇界などに多くの人材を輩出した廃線直後に鎌倉在住の画家や 演劇からが設立した鎌倉文化会が自分の頭で考える人間づくりが必要の趣旨で母体となり、地元町会長らの協力を得て開校した。大学設立を目指したものの、資産や運営資金の不足から専門学校として申請された。開校当初は鎌倉大学校と称したが、大学ではないとして鎌倉アカデミアに改名した。 戦火を免れた材木座の光明寺を仮の校舎として開校し、後に横浜市坂区省杉谷の旧第一海軍燃料省、第三試験所跡へ移転した。当時は大船駅が最寄り駅だったため通称大船校舎と呼ばれた。設立時の理事会が総退陣した後、哲学者、佐江草広人が二代目校長に就任した。 栗の入り口には、西江草校長自らがギリシャ語で刻んだ、幾何学を学ばざる者、この門に入るべからずというプラトンの額が掲げられ、服部思想、西郷の綱、な、長田秀夫、千田惚れや、村山智義、吉野秀夫、高見淳、三上つぐ青江俊次郎、中村光夫、林達夫、吉田健一、野田光吾、三浦光夫、国正美。 藤間勘十郎などが教弁を取った。学科は文学科、産業科、演劇科、映画科の4学科編成だった。創立時からの資金難に加えて自治体や企業からの援助も得られず、わずか4年半しか存続できなかった。教授陣は最後の1年以上は無給で講義し、140人の学生の半数は学費を収めていなかったと伝えられる。 開学時に入校した加藤茂雄の階層によると、男女共学で、同級生は20歳代も含めて30人ほどで、女性は6人ほどいた。東京からも入学者がおり延べ約500人が巣立った。在学生の総数は600から800人とも言われる。教授人と学生は講義中だけでなく、鎌倉駅への帰路や、列車の車中や、教授の自宅でも熱心に語り合った。 1996年に創立50年を記念して、光明寺の一角に記念碑を建立する。2006年5月13日に創立60周年記念祭を光明寺の本堂にて行う。創立70周年の2017年6月4日に光明寺で再現授業、講演会、演劇などの記念行事が実施された。鎌倉アカデミアはいかにして生まれ いかにして挫折し、そしてその精神は、現在どのように生き続けているのか、を20人余りの関係者の証言と再現映像、歴史的資料などで再構成する映画、鎌倉アカデミア青の時代が制作され、2017年5月20日に公開された。火星の我が家、影たちの祭りなどで知られる大島拓が監督した。大島は、鎌倉アカデミア存続のために最後まで、 サエ博人校長と共に金作に奔走した演劇家教授、青江俊次郎の長男である。映像に、鈴木清順、岩内勝美、勝田久志、加藤茂夫、川久保清若林一郎らが登場し、上映時間は119分である。ありがとうございます。